あるとき30匹のアマガエルが一緒に面白く仕事をやっておりましたこれは主に虫仲間から頼まれてシソの実やケしの実を拾ってきて花畑をこしらえたり形のいい石や苔を集めてきて立派なお庭を作ったりする商売でしたこんなようにして生きた綺麗なお庭を私どもはたびたびあちこちで見ます それは畑の豆の木の下や林の奈良の木の根元やまた雨だれの利子の影などにそれはそれは上手にか愛らしく作ってあるのです。さて三十匹は毎日大変面白くやっていました。朝は金色のお日様の光が トウモロコシの影帽子を2600寸も遠くへ投げす頃からさっぱりした空気をスパスパスって働きし、夕方はお日様の光が木や草の緑を雨色に浮き浮きさせるまで歌ったり笑ったり叫んだりして仕事をしました。ことに嵐の次の日などは、あっちからもこっちからもどうか早く来てお庭を隠してしまった板を起こしてくださいとか、うちのスニゴケの木が倒れましたから大急ぎで56人来てみてくださいとか、それはそれは忙しいのでした。 忙しければ忙しいほど、みんなは自分たちが立派な人になったような気がして、もう大喜びでした。さあ、それ、しっかり引っ張れ、いいか、良いとこしょ、おい、プチウコ、縄がたるむよ、いいとも、空引っ張れ、おい、ほい、ビキコ、そこを離せ、縄を結んでくれ、よういやさ、空もう一息、よういやしゃ、なんてまあこんな具合です。 ところがある日30匹のアマガエルが、アリの公園地をすっかり仕上げて、みんな喜んでひとまず本部へ引き上げる途中で、一本の桃の木の下を通りますと、そこへ新しい店が一軒行きりました。そして看板がかかって、ハクライウエスキー、一杯、二輪半。と書いてありました。アマガエルは珍しいものですから、ぞろぞろ店の中へ入っていきました。 すると店には薄黒い殿様がいるが、のっそりと座って尻リくつそうに一人でベロベロ舌をいして遊んでいましたが、みんなの来たのを見て途方もないい,い声で言いました。へえ、いらっしゃい。皆さん、ちょっとおやすみなさい。何ですか破来の上空というものがあるそうですね。どんなもんですか試しにいっぱい飲ませてくださいませんか へえ、は来のウェスキーですか一杯にリンハンですよ。ようござんすかええ、ようござんす。殿様ガエルは泡つぼをくりぬいたコップにその強いお酒をくんでいしました。うい、これはどうもひどいもんだ。腹が焼けるようだ。うい、おい、みんな、これは期待なもんだよ。 喉へ入るとせに熱くなるんだ。ああ、いい気分だ。もういっぱいくださいませんかはいはい。こちらが一辺線でから差し上げます。こっちへも早くください。はいはい。お声の順に差し上げます。さあ、これはあなた。いやありがとう、うーい。うふっぷ、どうもうまいもんだ。 こっちへも早くください。はい、これはあなたです。うい。おいもういっぱい遅れ。こっちへ早くよ。もういっぱい早く。へえ、へえ。どうぞお席にならないでください。せっかく、測ったのがこぼれますから。えいと、これはあなた。 いや、ありがとう、うい、けほん、けほん、うーいうまいね。どうも。さてこんな具合で、アマガエルはおかわりおかわりで、たくさんお酒を飲みましたが、飲めば飲むほどもっと飲みたくなります。もっとも、トノサマガエルのウイスキーは、石油缶にいっぱいありましたから、泡粒をくりぬいたコップで1万遍測っても、1分も減りはしませんでした。ぽいもういっぱい遅れ。 もういっぱい遅れたらよ。早くよ。さあ、早く遅れよう。へいへい。あなた様はもう302杯目でございますがよろしゅうございますかいいよ。遅れたら遅れよう。へいへい。よければ差し上げます。さあ、うい、うまい。おい。 早くこっちへも送れ。そのうちにアマガエルは、だんだん酔いが回ってきて、あっちでもこっちでも、キーキーといびきをかいて寝てしまいました。トノサマガエルはそこでにやりと笑って、急いですっかり店を閉めて、お酒の石油缶にはきちんと蓋をしてしまいました。それから戸棚から鎖肩びらを意して、頭から顔から足の先までちゃんと着込んでしまいました。 それからテーブルと椅子を持ってきてきちんと座り込みました。アマガエルはみんなキーキーといびきを書いています。トノサマガエルはそこで小さな腰掛けを一つ持ってきて自分の椅子の向こう側に置きました。それから棚から鉄の棒を下ろしてきて椅子へどっかり座って一番端のアマガエルの緑色の頭をコツンと叩きました。おい。おきな、感情を払うんだよ。 さあ、キー、キー、かあ、痛い、垂れ台人の頭を殴る奴は感情を払いな。あ、そうそう。感情はいくらになっていますかお前のは342倍で85千五輪だ。どうだ払えるか アマガエルは財布を意てしましたが、三千二輪しかありません。なんだいお前は三千二輪しかないのか呆れたやつだ。さあどうするんだ警察へ届けるよ。許してください。許してください。いいや、いかん。さあ払え。ないんですよ。許してください。 その代わりあなたの家来になりますから。そうか。よかろう。それじゃお前は俺の家来だぞ。へえ。仕方ありません。よし、この中に入れ。殿様ガエルは次の部屋の戸を開いてその平行したアマガエルを押し込んで、戸をピタンと閉めました。そしてにやりと笑って、またどっしりと椅子へ座りました。 それから例の鉄の棒を持ち直して、二番目のアマカエルの六章色の頭をコツンと叩いて言いました。おいおい、起きるんだよ。感情だ感情だ。キー、キー、クワ、ウリ、もう一杯おくれ。何を寝ぼけてんだよ。起きるんだよ。目を覚ますんだよ。感情だよ。 うい、ああ、うい、なんだい、なぜ人の頭を叩くんだい。いつまで寝ぼけてんだよ。感情を払え、感情を。あ、そうそう、そうでしたね。いくらになりますかお前のは600パイで1円50銭だよ。どうだい、それやるかい。 アマガエルは透き通る青くなって財布をひっくり返してみましたが、たった一銭二輪しかありませんでした。あるくらいみんないしますからどうかこれだけに負けてください。うん、一円二十銭もあるかい。おや、これはたった一銭二輪じゃないかあんまり人を馬鹿にするんじゃないぞ。感情の百分の一に負けろとはよくも言えたもんだ。大国の言葉で言えば、 1%, 1に負けてくれと言うんだろう。人を馬鹿にするなよ。さあ払え。早く払え。だってないんだもの。なきゃ俺の家来になれ。仕方ない。そいじゃそうしてください。さあ、こっちへ来い。殿様ガールはアマガエルをまた次の部屋に追い込みました。 それからまたどっかりと椅子へかけようとしましたが何か考えついたらしく、いきなりキーキーいびきをかいているアマガエルの方へ進んでいって、片っ端からみんなの財布を引っ張りして中を改めました。どの財布もみんな三線より下でした。ただ一つ、いかにも大きく膨れたのがありましたが、開いてみるとお金が一粒も入っていないで、椿の葉が小さく追って入れてあるだけでした。 殿様ガエルは、喜んで、ニコ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 笑って、棒を取り直し、片っ端からアマガエルの緑色の頭をポン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 叩きつけました。さあ、大変、みんな。あいた、あいた。垂れ大。なんて言いながら目を覚まして、しばらくキョロ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 していましたが、いよいよそれが酒屋の親父の殿様ガエルの仕業だと分かると、もうみないっぺんに。なんだい。親父。 よくも人を殴ったな。と言いながら、四方八方から飛びかかりましたが、何分との様ガエルは三重が得る力あるのですし、鎖片らは来ていますし、それにアマガエルはみんなは暗いウェスキーでヒョロヒョロしてますから、片っ端からストンストンと投げつけられました。おしまいには殿様ガエルは、十一匹のアマガエルをもじゃもじゃ固めてペチャンと投げつけました。 アマガエルはすっかり恐れ入って震えて透き通るい青くなってそのあたりに威服いたしました。そこでトノサマガエルがおごそかに言いました。お前たちはわしの酒を飲んだ。どの感情も八十銭よりしたのはない。ところがお前らは五千より多く持っている奴は一人もない。どうじゃ。誰かあるか。なかろう。うん。 アマガエルは一度ふーふーと息をついて顔を見合わせるばかりです。殿様マガエルは得意になってまた始めました。どうじゃなかろうあるかなかろうそこでお前たちの仲間は前に二人お金を払う代わりに俺の家来になるという約束をしたがお前たちはどうじゃ この時です。皆さんもご存知の通り向こうの部屋の中の2匹が戸の隙間から目だけ一石と低く泣いたのは、みんなは顔を見合わせました。どうも仕方ない。そうしようか。そうお願いしよう。どうかそうお願いいたします。どうです。アマガールなんというものは人のいいものですからすぐ殿様ガールの家来になりました。 そこで殿様ナエルは後ろの戸を開けて前の二人を引っ張りしました。そして一度へおごすかに言いました。いいか。この団体はカイロ団ということにしよう。わしはカイロ団長じゃ。明日からはみんな俺の命令にしたがうんだぞ。いいか。仕方ありません。とみんなは答えました。 すると、殿様ガエルは立ち上がって、家をぐるっと一回し回しました。すると、酒屋はたちまちカエロ団長の本宅に変わりました。つまり前には四角だったのが今度は六角形の家になったのですな。さて、その日は暮れて、次の日になりました。お日様の金色の紅葉。 後ろの桃の木の影帽子を三千寸も遠くまで投げし、空は真っ青に光りましたが、誰もカイロ団に仕事を頼みに来ませんでした。そこで殿様サマガエルはみんなを集めて言いました。さっぱり誰も仕事を頼みに来んな。どうもこう仕事がなくちゃ、お前たちを養っておいても仕方ない。俺もとうとう飛んだことになったよ。 それにつけても仕事のない時に忙しい時の支度をしておくことが最必要だ。つまりその仕事の材料をこんな時に集めておかないといかんな。ついてはまず第一が木だがな。今日はみんないて行って立派な木を十本だけ、十本じゃ少ない、ええー、と、百本、百本でも少ないな、千本だけ集めてこい。もし千本集まらなかったらすぐ警察へ訴えるぞ。貴様らはみんな死刑になるぞ。 その太い首をスポンと切られるぞ。首が太いからスポンとはいかない、シュポーンと切られるぞ。アマガエルどもは緑色のテラシをブルブルブルッと敬礼させました。そしてこそ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 、ねるように表にいて一人が33本3分3人強ずつという見当で、一生懸命いいを探しましたが、大体もう前々から探すくらい探してしまっていたのですが、 いくらそこらをみんながひょいひょい書き回っても、夕方までにたった9本しか見つかりませんでした。さあ、アマガエルはみんな泣き顔になって、うろ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 うやりましたが、ますますどうもいきません。そこへちょうど一匹のアリが通りかかりました。そしてみんながアメイロの夕日にマカオに透き通って泣いているのを見て驚いて尋ねました。アマガエルさん。昨日はどうもありがとう。一体どうしたのですか 今日は木を千本、殿様がエるに持っていかないといけないのです。まだ九本しか見つかりません。アリはこれを聞いてケッケッケッケとお笑いに笑い始めました。それから申しました。千本持ってこいというのなら千本持っていったらいいじゃありませんかそら、そこにあるその煙のようなカビの木などは一つ紙五百本にもなるじゃありませんか なるほどとみんなは喜んでその煙のようなカビの木を一人が三十三本三分三輪ずつ取ってありにお礼を言ってカイロ団長のところへ帰ってきました。すると団長は大機嫌です。ふうふん。よし、よし。さあ、みんなは暗いリスキーを一杯ずつ飲んで休むんだよ。 そこでみんなは泡粒のコップでは暗いウィスキーを一杯ずつ飲んで、くらくら、キーキーと眠ってしまいました。次の朝またお日様がおのぼりになりますと、殿様がえルは言いました。おい、みんな。たかれ。今日もどこからも仕事を頼みに来ない。いいか、今日はな、あちこち花畑へ行って,行って花の種を拾ってくるんだ。一人が百粒ずつ、いや、百粒では少ない。 千粒ずつ、いや千粒もこんな日の長い時にあんまり少ない。万粒ずつがいいかな。万粒ずつ拾って来い。いいか、もし来なかったらすのお前らを巡査に渡すぞ。巡査は首をしゅっぽんと切るぞ。アマガエルどもはみんなお日様に真っ青に透き通りながら花畑の方へ参りました。 ところがちょうど幸いに花の種は雨のようにこぼれていましたし、蜂もぶんぶん鳴いていましたので、アマガエルはみんなしゃがんで一生懸命拾いました。拾いながらこんなことを言っていました。おい、ビチコ。一万粒拾えそうかい。急がないとダメそうだよ。まだ三百粒にしかならないんだもの。さっき団長が百粒って初めに言ったね。百粒ならよかったね。 うん。その次に千粒って言ったね。千粒でもよかったね。本当にね。おいら、お酒をなぜあんなん飲んだろうな。おいらもそいつを考えているんだよ。どうも一杯目と二杯目、二杯目と三杯目、みんな順繰りに糸か何かついていたよ。三百五十杯繋がっておったとおいら今考えてるんだ。全くだよ。 夫、背がないと大変だ。そうそう。さて、みんなは拾って拾って拾って、夕方までにやっと一万粒ずつ集めて、カイロ団長のところへ帰ってきました。すると、殿様ガールのカイロ団長は喜んで、うん。よし。さあ、みんなはクライウェスキーを一杯ずつ飲んで寝るんだよ。と言いました。 アマガエルどもも大喜びでみんな泡のコップではクライリスキーを一杯ずつ飲んで、金域いいと寝てしまいました。次の朝アマガエルどもは目を覚ましてみますと、もう一匹のトノサマガエルが来ていて、団長とこんな話をしていました。とにかく大いに盛んにやらないといかんね。そうでないと笑い者になってしまうだけだ。全くだよ。どうだろう、一人前九十円ずつということにしたら、 うん。それいならまあよかろうかな。よかろうよ。おや、みんな起きたね。今日は何の仕事をさせようかな。どうも毎日仕事がなくて困るんだよ。うん。それは大いに同情するね。今日は石を運ばせてやろうか。おい。みんな今日は石を一人で九十問目ずつ運んでこい。 いや、九十問目じゃあまり少ないかな。うん。九百貫という方が口調がいいね。そうだ、そうだ。どれだけいいか知れないね。おい、みんな。今日は石を一人につき九百貫ずつ運んで来い。もし来なかったら早速警察へ貴様らを引き渡すぞ。ここには裁判の方のお方もおいでになるのだ。 首を出ポーンと切ってしまうくらい実に分けない話だ。アマガエルはみなすき通って真っ青になってしまいました。それはそのはずです。一人900巻の石なんて人間でさえ生くるもんじゃありません。ところがアマガエルの目方が何問目あるかといったら、たかが8問目か9問目でしょう。 それが一日に一人で900巻の石を運ぶなどはもうみんな考えただけでめまいを起こしてくう、くうとなってばたりばたり倒れてしまったことは全く無理もありません。殿様ガエルは早速例の鉄の棒を用意してアマガエルの頭をコツンコツンと叩いて回りました。アマガエルは周りが青くくるくるするように思いながら仕事にいていきました。 お日様さえずっと遠くの天の隅のあたりで三角になってくるりくるりと動いているように見えたのです。みんなは石のあるところに来ました。そして天でに百門問目ばかりの石に綱をつけて、えんやらや、ほいえんやらやほい。と引っ張り始めました。みんなあんまり一生懸命だったので、汗が体中チク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 いて、体はまるでヘタヘタ風のようになり、世界はほとんど真っ暗に見えました。 とにかくそれでも三十匹が守備よく命名の石をカエロ団長の家まで運んだ時はもうお昼になっていました。それにみんなは疲れてふらふらして目を開いていることも立っていることもできませんでした。ああ、ところがこれから晩までにもう899巻900問目運ばないと首を出ポーンと切られるのです。 カイロ団長はちょうどこの時うちの中で息をかいて寝ておりましたが、やっと目を覚まして、ゆっくりと外へ行ってみました。アマガエルどもは、運んできた石に腰掛けてため息をついたり、土の上に大の字になって寝たりしています。その影帽子は青く日が透き通って地面に美しく落ちていました。団長は怒ってせいで鉄の棒を取りに家の中に入りますと、 その間に目を覚ましていたアマガエルは寝ていたものを揺り起こして団長がまたいてきたときはもうみんなちゃんと立っていました。カイロ団長が申しました。なんだ。ノロマども。今までかかってたったこれだけしか運ばないのか。なんという貴様らは育児なしだ。俺などは石の900巻やそこら30分で運んでみせるぞ。とても私らにはできません。 私らはもう死にそうなんです。えい、育児なしめ。早く運べ。晩までに行こなかったらみんな警察へやってしまうぞ。警察では出っぽんと首を切るぞ。わかめ。アマガエルはみんなやけクソになって叫びました。どうか早く警察へやってください。出っぽん、出っぽんと聞いているとなんだか面白いような気がします。 カイロ団長は怒って叫び意しました。えい、バカ者メイクじなしめ。えい、ガー。カイロ団長はなんだか変な顔をして口をパタンと閉じました。ところがガーという音はまだ続いています。それは全くカイロ団長の喉からいたのではありませんでした。かの青空高く響き渡るカタツムリのメガホーンの声でした。 王様の新しい命令の先ぶれでした。空、新しいご命令だ。と、アマガエルもトノサマガエルも背でちゃんと立ちました。カタツムリの吹くメガホーンの声は糸もほがらかに響き渡りました。王様の新しいご命令。王様の新しいご命令。一箇条。人に物を言いつける方法。人に物を言いつける方法。 第一、人に物を言いつけるときは、その言いつけられるものの目方で自分の体の目方を割って答えを見つける。第二、言いつける仕事にその答えをかける。第三、その仕事を一遍自分で二日間やってみる。以上、その通りやらないものは鳥の国へ引き渡す。サーマガエルどもは喜んだの何のって、チェッコという算術のうまいカエルなどは、もうすぐ暗算を始めました。 言いつけられる我々の目方は10問目、言いつける団長の目方は100問目、100問目割れる10問目、答え10。仕事は900巻目、900巻目 ×10、答え9000巻目。9000巻だよ。おい。みんな。団長さん。さあこれから晩までに4500巻目、石を引っ張ってください。さあ王様の命令です。 引っ張ってください。今度は、殿様ガエルはだんだん色が冷めて、雨色に透き通って、そしてブルブル震えてまいりました。アマガエルはみんなで殿様ガエルを囲んで、石のあるとこへ連れて行きました。そして一貫目ばかりある石へ、綱を結びつけて、さあ、これを晩までに40005運べばいいのです。と言いながらカイロ団長の肩に綱の先を引っ掛けてやりました。 団長もやっと覚悟が決まったと見えて、持っていた鉄の棒をなね捨てて、目をちゃんと決めて、石を運んでいく方角を見定めましたが、まだどうも本当に引っ張る気にはなりませんでした。そこでアマガエルは声を揃えて生やしてやりました。よいと、よいと、よいと、よいとしょ。カイ路団長は、林に釣り込まれて、ごへばかり足をテクテク踏ん張って綱を引っ張りましたが、石はびくとも動きません。 殿様ガエルはチクチク汗を流して、口をあらん限り開けて、ふうふうと息をしました。全くあたりがみんなくらくらして、茶色に見えてしまったのです。用意と、用意と、用意と、用意としょ。殿様ガエルはまた用変ばかり足を踏ん張りましたが、おしまいの時は足がキクっとなってくにゃりと曲がってしまいました。アマガエルは思わずどっと笑いしました。 がどういうわけかそれから背にシ因ンとなってしまいました。それはそれはシ因ンとしてしまいました。皆さん、この時の寂しいことと言ったら私はとても口で言えません。皆さんはおわかりですかどっと一緒に人をあざけり笑ってそれからにわかにシ因ンとなった時のこの寂しいことです。ところがちょうどその時、またもや青空高く、カタツムリのメガホーンの声が響き渡りました。 王様の新しいご命令。王様の新しいご命令。すべてあらゆる生き物はみんな気のいい、かわいそうなものである。決して憎んではならん。以上。それから声がまた向こうの方へ行って王様の新しいご命令。と響き渡っております。そこでアマガエルはみんな走り寄って、殿様ガエルに水をやったり、曲がった足を直してやったり、 トントン背中を叩いたりいたしました。トノサマガエルはほろほろ介護の涙をこぼして、ああ、皆さん、私が悪かったのです。私はもうあなた方の団長でも何でもありません。私はやっぱりただのカエルです。明日から仕立て屋をやります。アマガエルはみんな喜んで手をパチパチ叩きました。 次の日からアマガエルは元のように愉快にやり始めました。皆さん、雨上がりや風の次の日、そうでなくてもお天気のいい日に畑の中や花壇の陰でこんなようなサラ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 いう声を聞きませんかおい。べっこ。そこんとこをもう少しよくならしてくれ。いいともさ。おいおい。 ここへ植えるのはスズメの片びらじゃないスズメの鉄砲だよ。そうそう。どっちもスズメなもんだからつい間違えてね。はっはっは。よ。ビチコ。おい。ビチコ、そこの穴埋めてくれ。いいかい。そら、投げるよ。よし、来た。ああ、しまった。さあ、引っ張ってくれ。よいしょ。